次はですね、これ本日パンパイプさんから戻ってきた調整されたテナーサックスの3本目、3本のうち3本目ですね。そうです。はい、こちらが柳沢 T の9012です。はい、これはですね、面白いというか、この刻印はですね901になってるんですよ。うん、はい、そうですね。なんですけど、これ新品で選定販売されてた時のこの楽器選定書にはですね9012で、手書きじゃなくプリントされてるんですよね。うん、で製造番号もちゃんとこれの製造番号なんで、はい、これは多分 T の9012っていうことで間違いない答えですね。はい、この初期の柳沢ってこれ例えば T900 とかよくあるんですけど、ここにもう型番入ってないやつも結構ありますよね。ありますね。ありますね。ありますね。はい、型番入ってないのもあります。ということで、多分最初の頃なので、901っていう刻印しかなかったのかもしれないですね。9012って、あと後期の方はちゃんと9012って刻印されてますけど、ね。刻印されてます。ということで、結構初期の9012です。はい。水槽管も T900 に近い。または T50 とかに近いですね。はい、最初の頃のすごく吹きやすい柳沢管帯、はい、その特徴をちゃんと持ってます。吹きやすいって吹きやすい、もう楽に音が出せる。楽に音出て、ピッチもしっかりしてるし、吹きやすいですね。テナサックスだけど吹き少ないです。しんどくないです。じゃあ初心者の方とかいいですね。はい、とかサブでテナサックス吹く方とかは、にはすごくいいですね。はい、そういう吹きやすさなのに、はい、吹きやすさなのに T50 よりもやっぱりこのグレードが上の音質、うん、はい、はい、それを感じます。しっかりした、グレード1個上の音ですね。1個上の音ですね。繰り返してたじゃないですか。磨き磨きがつけて喋ったことを、はい、もう一回言ってる、はい、安田さんのお家芸ですね。ちょっとやめてください、はい、これも前回何でしたっけ、あれ900μ、はい、もう900μの方がです。900μと水槽感、あと吹きやすさすごい似てるなって思いました。でも900μよりも900μの方がもっと現代っぽいっていうか、明るい感じでバリッとしてる感じでしたね。うん、こっちの方がちょっと900に近いなっていう、ちょっと音が丸い、丸く感じました。あれもあったかい。そうですね。はい、そっち寄りですね。へえ。って感じましたね。はい、もうとにかく吹きやすいです。今回の3本は全部吹きやすいですね。よかった、嬉しいそれ。テナー吹きじゃなくてもおすすめできる吹きやすさ、3本とも。すごいですね、江藤さんはこんなに短期間で。あ、そうですよね、3本とも
ちょっとうちに在庫が少なくなってきたってことで、急ピッチでやってくださいましたけども、相変わらずのクオリティで仕上げてくださってます。そうですね、はい、もうそこ妥協せずに、はい、ありがとうございます。ありがとうございますっていうところで、はい、はい、これもそうですね、本当におすすめです、はい、うん、とっても吹きやすいです。